それでもですね、まあ、今まで、材料がない、もしくは、動かないというふうに言われていた日銀が、まあ、わずかであっても動いたというようなことを、印象づけるような出来事として、まあ、買いで反応してきたというような形ですね。で今日の終値が1万4800円というラインを超えてきておりますので、そういう点ではですね、一つ、まあ、キーになっていた水準を突破できた。実は、先週も1回、このラインは、まあ、つけてるんですが、なかなか超えられなかったというのがあるので、このラインを超えてきたというのが、まあ、明日以降の株価の、まあ、焦点になるだろうというふうに思っています。必ずしも先物だけではなく、メガバンクとか不動産、このあたりは一応成長のメカニズム、リズムで動いたという感じなんですかね。そうですね、そう思います。前段の段階では、銀行、まあ銀行じゃないですね、証券ですとかノンバンク、不動産というのは、まあさすがに今回も緩和期待がないんじゃないでしょうかというので、実は業種別の下位に沈んでいたんですが、それが軒並み上位に、切り上がりました。で、前段の段階からですね、円安である程度、相場は浮いていたんですが、5番に入ってから、それが日銀の会合の結果、動く可能性がある、もしくは動いてくるかもしれないというような期待を持たせるといったことに成功し、まあ、一時500円高というような状態になった。で、その原役になったのが、外需だけではなくて、金融、不動産といったあたりが、一気に上がっていったというのが、キーになっている。まあ、前場の段階では、業種別で下落していたのが5ぐらいあったんですが、業種別全部上がっているというような状態になりまして、まあ、明日以降ですね、ドンキュー上がりますアメリカの経済指標及び、ヨーロッパと中国、この辺の経済指標が、ドル、ユーロに対してどう効いていくのかというようなことを見る展開です。一応国内で一番大きい会合の結果というのは出ましたので、今後国内要因はあまり多くないというふうに思われますので、海外の動きを引き続き注視したいというふうに思っています。細井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、改めて東京市場の大引けの値を見ていきます。日経平均株価は続伸、今年最大の上げ幅となりました。1万4843円24銭で取引を終えています。そして日経平均先物は430円高の1万4840円です。またトピックスも続伸、プラス 31.95 ポイントの 1224.00 となっています。そして東証2部指数も続伸しています。変わって新興市場です。日経ジャスダック平均も続伸、またマザーズ指数は4日ぶりの反発、1.5% の上昇です。続いて売買高、概算で29億2482万株、売買代金は2兆4364億円と、再び2兆円台を回復です。変わって値上がり銘柄、全体の9割近くに当たります1592銘柄、一方値下がりは144となっています。さあ、明日以降ですが、どんなところポイントですかね。今、先ほど少しおっしゃってましたが、為替ですね、次は。貿易統計が鈍くなります。この反応、まあ、日銀の記者会見と同時にですね、注目しておきたいところです。では、この後はニュースをお送りしていきます。ビジネスヘッドライン、柳中さん、お願いします。この時間のニュースをお伝えします。はじめにヘッドラインからです。日銀は金融政策決定会合を開き、大量の資金を供給する今の金融政策を維持することを全員一致で決定しました。日銀はまた懸念が広がっている新興国を含めた海外経済について、先進国を中心に要因を点検し、